カレル教は、チェコ共和国のプラハを流れるブルタバ川に架かる橋で、ある。神聖ローマ皇帝カール4世の地聖下、1357年に建設が始まり、1402年に完成した。建築カペトルパルレーの設計による、1841年まで、プラハ旧市街とその周囲をつなぐ、唯一の橋であった。また、西欧と東欧の交易ルートとして、 プラハが重要な地位を占めるようになった。最初は単に石橋、プラハ橋と呼ばれていたが、1870年によりカレル橋と呼ばれるようになった。橋の長さは515.7メートル、幅は9.5メートル。15のアーチの上に左岸の霧石の橋桁が渡されている。また橋を守るために3つの橋桁が建てられており、特に旧市街側の橋桁は、 ゴシック様式の建築として名高い。橋の欄干には15体ずつ、合計30体の彫刻が並んでいる。その多くはバロック様式である。最も古いものは十字画像で1361年の文書に登場する。その後ボヘミア王、イジーキバ像やライオン像などが据えられていたと考えられているが、30年戦争の間に十字画像を除いてすべて破壊されたとされる。 その後1683年、ヤン・ネポムツキー像が新たに据えられた。その後1714年までの間に合計28体の彫像が制作され、据え付けられた。これらの彫像の中で著名なものは、十字架像、ブルンツビーク像と聖人ヤン・ネポムツキー像である。この聖人ヤン・ネポムツキー像の基部にあるネポムツキーのレリーフに触れると幸運が訪れると言われ多くの人に、 触られたためツルツルになっている。また、最も古くから存在した十字画像のオリジナルは、プラハ国立博物館に保管され、現在橋に設置されているものは1629年に制作されたものである。昼間のカレル橋は観光客で賑わい、橋の上には多くの露天が並ぶ。また、大道芸、見せ物、ジャズ演奏なども行われる。夜になると、 プラハ城やカレル橋がライトアップされ夜の散歩を楽しむ人々の通りになる。ありがとうございます。